はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャルバンプ高校、今回は昨夜を使っていこうということで、イベントデッキの確認からしていきましょう。一応とかこいつ世渡り上手がついてますと。でデッキはこんな感じです。昨夜はお借りしております。一応昨夜のね、性能から見ていくと、まずはテーブルですね。で昨夜は、固有持ちのキャラクターになります。レベル35でモフモフが、つきますと。で、スペシャルタックボーナス 80% に、モフモフのタックボーナスがつくので、タック自体は 100% でやる気効果アップがついて、敏捷ボーナスは8と。でさらにコツイベント率アップ 20% もついてますと。で、45まで解放すれば、試合経験点ボーナスもつきますというようなキャラになってて、タックでねかなり、経験点が稼ぎ出せる、キャラになっていると思います。まあ、そもそも敏捷ボーナス8っていうのもねかなり珍しいと思うので。であとは、コツの方ですね、まあ、赤徳がねめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、コツとしては内野安打初球窮地というようなところで、やっぱりね初球コツがいいですね。初級コツ持ちなのでかなり、貴重なキャラクターになっていると思います。で金徳が、まあ、ヒートアップって言って、まあ、窮地の、上位版になりますので、まあ、昨夜で、自分の骸骨も取れるというようなところになってます。で、まあ、今回、それを考えていくと、サイガを入れてきました。サイガはねやっぱり優秀キャラクターではあるんですけれども、どうしてもね一級入魂の骸骨これを確保するのがね、まあ、なかなか難しくて、まあ、最近だと仙道がね、実装されたので、まあ、仙道一級入魂持ってるんで、まあ、初級骨つかめるような形になってるので、まあ、サイガとのね相性はかなりいいと思います。で、まあ、ただ仙道はねちょっとコツのね数が多いので、まあ、代打は直取りするとして、コツをかなり被らせてあります。サイガに関してはパワー比広角固め打ちで、東条に関しては、パワーヒッター広角打法で、日野はチャンス盗塁アベレージヒッター広角打法なので、まあ、アベヒト広角打法がかぶってますというようなところですね。で彼女キャラは今回、レンちゃんを連れてきてます。で毎回レンちゃんね 1.5 股でやってたんですけれども、今回は彼女に、していきます。でサイガと仙道が、打撃キャラ、まあ、ダブルタック組めればいいかなと。で、日野と昨夜が走塁キャラでダブルタックが組めればいいかなと。で東条に筋力をお任せして、一応敏捷は稼げると思うので電光石火は、取りに行きたいと思います。なので、まあ早くて打てるキャラですかね今回作るとすれば。まあ、あとはね東条のねアーティストをどうするかなっていうところなんですよね。まあ、東条筋力稼げるとはいえやっぱりね一人なんで、まあ、ただねサイガがテーブルの方で、まだ見ぬ高み固有で筋力ボーナスがつくので、まあ、ここでねどれだけちょっと筋力ポイントを稼ぎ出せるかというところですね。あとレンちゃんね、レンちゃんは野手の場合は、まあ、デートで重戦車が手に入るんですけど、レンちゃんはね重いんですよね。まあ、何がって愛がなんですけど重戦車自体は全然重くないんですけど、レンちゃんはねちょっと愛が重いんですよね。まあ、重い愛の固有があるのでそうなんですけど、これどっちにしようかな。ダヒダはねさすがにまだポイントがないんで稼げないんで、こっちかな。まあ、サイガとヒノだったら何のコツが来てもいいんで、よしまずはパワーヒッターをゲット。で仙道もあんまりっていうか1回しか多分使ったことないんですけど、なんかどっかでパワーヒくれなかったっけちょっと忘れたな。であとはこのバンプの吸血化どう働いてくるかですね。ここはちょっとミサちゃんと練習してブラッドタックですね、体力を回復させつつ、日野の評価も上がって経験点も稼げると。まあ、刺激でね固めてダブルタックを連発できればいいんですけれども、それかまあ強化でせめて経験点をもらいたいですよね。まあ、序盤のね魅了はいいと思うんですけど、後半にね魅了が来てもすげえ微妙なんだよね。あと体力満タンの時の吸収みたいなまあ体力の上限がね上がるとはいえ、ちょっとここら辺がうまくはまってくれないとバンプはきついかなと。あでちょっと前回だったかな、なんかバンプちょっと経験点低い気がするなと
いうような感想だったんですけれども、暁はねそもそもあれでしたね、レベル2から始まるんで練習レベルがと、まあ、あの打倒していくたびに、練習レベルが上がっていくので、やっぱね暁はそこがでかいですね。ここはレンちゃんでいきましょう。レンちゃんとサクヤで練習レベル5になるとタックがねやっぱりかなり伸びますね。で暁はね、打倒していくたびにレベルが上がるのと、通常練習しててもね練習レベルが上がっていくんで、やっぱりその練習レベルの高さっていうのが暁の強さっていうのが一つこう実感できましたね。ああそういうことかみたいな。やっぱり まずはレンちゃんを上げていきましょう。クリスマスに間に合わせるために今回は彼女にしていくんで、レンちゃんを。コツが来てますね。日野、これはここでいいか。盗塁はねだから掴んでおきたいよね。盗塁なしの、お来た来た来た、電光石火直撮りはねマジ不可能だから。体力回復、いいねいいね、いいところに来るね東条くん。はい、こいつ自己紹介か。てかさ、バンプのさこの一般キャラのさ青い人たちいるじゃん、これってなんで青いんだっけ。全然ストーリーとか読んでないからな。よし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 っていうか刺激か。レンちゃんここに釘付けにして打撃やってレンちゃんの評価上げてく。あーまあ昨夜と日野の評価を上げるっていうのもありだけど、ちょっとレンちゃん釘付けにするか。レンちゃん釘付けにしよう。こういう使い方とかあんのっていうところだけど、レンちゃんからさ吸血してるけどさ、これ何血を吸ってんの本当に。いいねレンちゃんいるね。ついでに仙道と日野もいるし、だからやっぱりね序盤に来てほしい吸血と、後半に来てほしい吸血っていうのがね違うんで、まあそれは3人くらい固まってればタックが組めなかったとしても、まあ、評価上げがねあるんで序盤はいいかもしれないけど、いいねいいねいいね、告白来たよ。これ釘付けにした甲斐があったね。てかレンちゃんさこの家来てさ先輩の家くらーとか思わないのかね。とまああとね鍵だよね、鍵マジでどうやって手に入れたの、くすねたのかな。レンちゃんはじゃあちょっとほっとこう。せっかく釘付けにしたけど、東条パワヒはねちょっと5で掴みたいんで、筋力キャラがちょっと東条だけなんで、まあ、パワーヒッター来ましたね。で昨夜のこれは通常イベントですね。で選択肢が出て、一番下にすると、まあ、評価と体力が下がるんですけど、窮地のコツと、あとは敏捷ポイントが、まあ、割りかし手に入るというものになってます。であとは、真ん中がまあ、やる気とか上がって経験点がね、いろんな種類を割りかし、バランスよくもらえるというもので、で一番上が、体力が上がって、まあ、経験点もちょいちょいもらえますというような、ものになってるんで、今回はちょっと体力を上げていきましょう。まあ、窮地のコツいくつで取るのがいいのかな。1で取れるような経験点だったら、まあ、1で取ってもいいかもしれないですけど、これは仙道の評価がちょっと低いね。監督もいるし、守備練をやりますか。わりかしね新しく出たコツってあんまり、コツっていうか特殊能力ってあんまりまだね把握してないんですよね。どういう経験点で、まあ、いくつで掴んでいけばいいのかっていうのを、我に七難八苦を与えたまえ、これが金徳ですね。で一番最初に選択肢が、まあ、出ますと。で、これは分かったで先に進みますね。で昨夜もシモンと同じ感じで、2回目でね成功失敗が、判定されるキャラになってます。日野は盗塁は5で、掴みたいからこのまま練習しましょう。まあ、2回目でね失敗成功があるのはどうなんだろうね。失敗したら2回目でイベントが切れるってプラスに見るか、
体力減らなければね、経験点になるんで、それはそれでいいかもしれないですけど、お腹いっぱい、愛いっぱいと、これは、肉でいきましょう、肉で。まあ、確かにね、こういうイベントはね、すごいいいと思いますけど、精神だったら1回できる、それともなくなる、ちょっと微妙だね。もう練習は絶対できないですね。ちょっと怖いな、まあ、吸収なんだよね、まあ、少し体力減ってるからいいか。99、55、31、55、55と、これは99にしましょう。体力の上限のね、上がりが違うと思うんで、いくつ上がるこれ、4か、それでも4か。で、東条の金徳ですね、どうしようかな、一応進めていく。ちょっとね、パワー上げられるか不安なところはあるんだけど、で、しかも今回ね、足をね、めちゃくちゃ速くしたいんで、アピールはね、走力にしたんですよ。走力キャラ入れて2人、あー、ちょっと待って、総力キャラを2人捨てて足アピールかっていう感じなんですけど、これはプラットタックをやっておくか。強奪、あ、確かに強奪で1回くらいだったらコツをパクるっていうのもありですね。うわ、これはちょっとタイミング悪かったな。タックが組めますね。ただコツがある。登場仙道どうする、仙道からちょっとコツを取っておくか。代打は潰しましょう。代打代打てか仙道ってさ、代打キャラなの。よくわかんないんだけど。刺激、まあそろそろ刺激も使っていきたいですね。いぶし銀、珍しい。で、才賀の金徳ですね。コツが来ていると。登場他一応見ましょう。仙道はまだ乗ってないのか。あ、昨夜も乗ってないのか。魅了、そろそろなんかピコンピコンしそうだよね。広角打法は3で掴むか5で掴むか、ここも悩みどころだよな。一応盗塁最低限の3は掴んであるんですけど、あ、これね、2回目なので、例によってね、体力が減ると失敗ですね。イベントの内容だけだと分かんないんですけど、ああ、これはいけたっぽいな。使ったことないからね、分かんないっすっていう。魅了か、変えたいね。精神やって変えるか。ただ吸収になりそうな気もするけど、まあこれはね、ちょっと確率なんで、仙道の効果上げましょう。吸収になったね。で、あと1回練習して、これはね、練習できるはず、この量だったら。で、刺激になるかな。なるかなって、もう完全運だから何とも言えないんだけど、まあ登場の筋力やりましょう。まあ、やっぱり稼げますね、登場は。スカウト評価11も上がるんだ。で、ここでさらに上がると。登場がちょっと進んでるな。これはこれは一線流機械術、あ、これなんだっけ。忘れたな。ちょっと調べるのもあれだからな。買わせてみようか。おお、敏捷技術、連打をもらえるのか。で、これは強化、今強化になってんの。おお、いいねいいねいいね。どうしよっかな。人がいっぱいいるとこ、才賀と日野がいるね。敏捷ポイントが稼げる。登場は登場ここにいるのか。精神が精神どうなんだ、余るのか余らないのかよくわからんな。うーん、筋力も技術も精神も入るか。90200ちょい入るね。ここもね、敏捷がめちゃくちゃ入るんだよね。技術よりは筋力が入る方がいいな。筋力一番入るのはここか。
でもな、ここバランスがいいんだよね。これはちょっとこっちにするか。バランスよくいこう。バランスよく。一応体力回復か。でレンちゃんとデートしますか。実戦流気怪術。あれこれどっちだっけ。見るでいいんだっけ。普通に一応確認しよう。あ、そうか、一線流機械術の方だから、これは通常イベントの2回目だ。未来にすると、体力が上がるんで、こっちにしましょう。まあ、見るはね、失敗成功があるんで。まあ、安定して、体力回復できるんだったらそっちでいいかな。サイガのコツ。いや、でもちょっと、登場からね、筋力を取っておきたいな。固め打ちってきたんだっけ。ちょっとコツを一回整理しよう。チャンス盗塁は置いとく。パワーヒッター5だから取る。広角打法ね、どうする。固め打ちを、それとももう掴んじゃっておくか。これは悩むな。コツだな。コツにしよう。やっぱりで次が12月の3週かで、広角打法は5になったので、まあ、一応これでだいぶ筋力ポイントは節約できたかな。これってあー体力がね回復してくれるとすげえ良かったんだけど、そううまくはいかない。22番、あー攻める場面でもないからな。ここはメンタルにしておく。ちょっと待って。あ、まあメーターはまだ全然だね。まあ、ある程度メーター減った状態で強化とかになったらもう使っちゃうっていうのもありだよね。で、これはランダムイベントか。ここら辺のやつがね、まあ、長いっちゃ長いんだよね。体力は回復しても微妙なんで、クリスマスが来るから。で、そうするとそうだね、一番下にして精神ポイントをもらっておこう。今のところ属性を変更する感じでもないんで。こいつさ、こんな暗いところでさ話しててさ、気が晴れんの。レンちゃんもな、本当これ何、盗聴器仕掛けてたってこと。あんまり細かく、お、そうだ、盗塁とかここで手に入るんだ。レンちゃんすげえわ。鮮度まだ足りねえじゃねえかよ。よく見たら上げておこう。刺激で誰かいたら刺激を使っちゃってもいいかな。でもな、体力がなないから、一回体力を回復させてから刺激に入るか、まあ、まだ練習を続けていくか。ここで大吉が出れば体力が回復するかな。初詣の内容ね、みんな微妙に違うからね。よし、大吉が出た。これ体力回復する。あ、するね。これどうしようかな。鮮度か。でもコツがあるのか。コツ割りだったら練習しておきたいね。やろう。刺激変わらず。何かをくれ、何かを。初級コツ欲しいよね。練習か。で登場の3回目ですね。次で、終わるんで、ちょっと能力を上げておきますか。能力アップ。パワー17しかねえのか。ちょ、弾道はとりあえず2でいいやん。 D かなんか厳しそうだな。日の災害、あー、やっぱり登場と災害が重なるとそれなりに筋力伸びるよね。どうしようかな。いいや、練習したいわ、やっぱりこれは。で吸収、まあいっか、どうせ体力回復させるんで、まあ、上限がね上がってくれるのは
かなり役立つんで。撃て。おお、お見事。しかもかなり掴んだよ。これはもうちょっと吸血しないと死ぬんで。99、これは99だな。仙道と災が、仙道とかなんか血の気が多そうだからな。あ、これは体力が回復するやつだったっけ、水のやつは。でも体力満タンだからね。精神を10もらって、で1月の4週、バレンタインが近いから体力は減らしていきましょう。胃が限界からさ、もう絶対食えないよね。でまあ筋力もわりかしくれたので、これはどうしようかな。臨床ポイントを上げておくか。魅了、ま、今のところのね属性変更はあんまり気にしなくていいんで。でこれもテストか。これはどれだ、あ、そうか、他の人にっていうのでキャラクターが違うんだね。矢部くんと勉強すると体力が下がるのか。これはミサちゃん臨床ポイントが上がるから、まあ普通に。あ、ここで選択肢を選べってことねなるほどなるほどなるほど。まあミサちゃんにしておこう。極限状態がね近ければ属性変更のために、強奪があるんで、まあ、最悪魅了とかだったら強奪の方がいいからね。日の戸登場がいるんで、これも結構稼げますね。こっちちなみに誰、仙道か日野。そうだな、盗塁をどうするかだよな。呼んでもう掴むか、呼んであらかじめ掴んじゃっておくかっていうとこだな。そうだな、これでいこう。よしよしよし、やっぱね東条はね筋力稼ぐのにかなり強いよな。もうちょっとね東条のレベルが上がって45とかになれば怖いレンちゃん怖い。あれ、レンちゃんって何回デートした、デートしてなくねまだ。まあここからね全然デートする機会はあるんで、体当たりのコツもつかめるのか。そういえばまあこういうのを考えるとね、まあ、レンちゃん優秀ではあるんだけどね、だけどねーっていうとこなんですよね東条いいわ本当に。最悪東条でも刺激使っちゃうのもありだな。これで、これで3回目でとりあえず決まるかな。これはどうなの、少しだね、ちょっと経験点が低かったからね。昨夜の前に少し揃えるか、いいくらいに揃えますか。肩もいいまで上げて、守備もいいまで上げて、呼吸もいいまで上げようと。あとちょっとコツを整理していくと、まあアーティストも取っちゃおう、広角も取るでしょ。1級入魂置いとく、体当たりはもう他にないから取っとく。指揮も取っとこう。連打は1か、これ以上は多分いかないよね。ちょっとなポイント使うな。よし、これでいこう。で、昨夜と練習をしましょう。レンちゃんもいるのか、魅了。彼女キャラと練習すると魅了になることが多いとかあんのよくわからんけど。でこれも体力が上がるんで1回練習ができないね。魅了か、これデートすると死ぬ量かな、多分死ぬ量微妙だな。吸血するか、魅了しよう。ここら辺のね魅了があれなんだよね。とりあえず監督を魅了しとくか別に監督評価足りてるけど。で最後これはね体力が減るんで、まあ
技術ポイントがかなりもらえるんですけど、あでもこれで回復できるな。日の竜に行くとヒットポイントが回復するな。いいね、最大値も上がって本当にね、日のはイベントもいいですよね。これ今筋力的にはどうなの？これなー、どっちもいいな、どっちもいいけど、やっぱりちょっとコツありの登場でいくか。稼ぎ出せるね、筋力ポイント。割と心配だったけど全然大丈夫だな。で日野の通常イベントと、まあこれはね経験点をちょろちょろもらって OK ですというようなイベントなんで、よくこういう川に飛び込もうとするよな。まあそういうところはすごいと思うけど、内野安打をさっき掴んだからこれは取っておきましょう。で初級か窮地といったところが欲しいね。どう窮地、まあこれでヒートアップをつかみますか。でこれも通常イベント、ああこの実力行使かなんちゃらってやつね。これは成功失敗があるのか。実力行使は割と経験点もらえるけど、まあ安牌でいきましょう。一線流打撃術こっちの方が金得か。でこれはまあ普通に手伝うで進めていきましょう。精神ポイントもらえるのでかいね。コツがあるけど、まあこれはで、でいきますか。場合によってはちょっとデートを続けてもいいかもしれないけど、これって体力が回復するんだっけ。レンちゃんのデートもな、あでも30しか上がらないか。久々だからなあんまり把握してないんだよね8番レフト、ま、このね練習試合は特段レギュラーに選ばれれば全然コンピューター任せでいいんで、コンピューター任せでいきましょう。で少し上げときますか、せっかくだから。D にしておく。一応ね外野手なんである程度のバランスのいい感じの能力は欲しいですね。でただ打撃寄りの選手になるんで、まあ、守備と肩は少し低めになってもしょうがないかな。でレフトかな、任せるとすれば。めっちゃ点取られてんなあれここのピッチャーアシモンか。スカウト評価の上がり方が尋常じゃないんだけど、世渡り上手って本当に世渡り上手だな。まあこれはどうする。コツか、初級コツが来てないからね、コツ狙いでいきますか。魅了魅了多いな。鮮度ってどうなの、なんか今回あんまりコツをもらってない気がするんだけど。あーこれがね、これが長いやつか。どれだ。あなたは何型ですか。最終的なあれをやりたいんだけど、夜型にして興奮しないにして平気にして、やる気が下がるね。これ絶対やる気が下がるんだね。レンちゃんとデートすると多分めちゃくちゃやる気が下がってくぞこれ一応これで強化にはなったんで、
と吸血するか、ちょっと吸血の場所が悪かったらあれだな、別のところにするためにデートをするっていうのはありだけど、技術精神どうする、一回デート挟む、やる気下がりそう。これはねデート行けるはずなんですよ。レンちゃんってどこでやる気が下がったっけ。買い物、あ、これはやる気下がるわ。こんなね首にね巻きつけられたらねやる気は下がるよ。お互いの命を握ってるとかマジやだ。おいおいおい、続くなこういうのは。もうやる気の下がりようがないからね。これはもう吸血をしないといけないんで、おお筋力144でかいね。技術100、ここもわりかしでかいな。これバランスいいね、ここいいね。鮮度、あー、ここにしよう。で1回練習をするか、それともやる気を先に戻すか、これだな、悩みどころだね。で2回目は特に選択肢とかはないので、体力が減ってポイントをもらってへっすらいらんみたいな。どうしようかな。でもまあ40やる気効果あったっけ。 あったな。昨夜はやる気効果あるんだ。それでも一応30はもらえる。体力が減ってるからな、1回遊ぶか。これは戻そう、さすがに。で、またバンプの通常イベントですね。これはやる気が上がるやつがいいね。やる気が上がるやつ特にない。一番上だと体力が回復するけど、特に体力はいっぱいなんでポイントをもらっておきましょう。筋力と敏捷がもらえますね。でかつ刺激になると。で矢部くんのこれはとにかくね、今はねやる気をね戻したいんですよね。これは下にしておくか。体力が減るけど、まあ、ちょっとポイントに走りましょう。でコツが来てますと。窮地を取っておきましょう。ヒートアップも掴もう。よし、 OK。あとは初級がもらえれば万々歳なんだけど、やる気を攻めてもう一段階イベントで上がってもらいたい。よしよしよし、ありがとうございます。でこれは叱ろう。やる気は上がらない。でコツ、あー、昨夜くれ、初級をくれ、マジで。よーし、ありがとう。これはスライディングでいきましょう。イタテンブーツイタテンブーツいくらしたんだろう。少しか。電光石火はね重いからいっぱい掴みたかったけど、ちょっとまたデートをしつつ、電光石火176か。これはもう取ろう、取れるときに取ろう。あとは初級の1級入魂と打球伸び来てないんだ。で強化があるけど、あるけど体力がない。これはデートをしよう。で最悪デートを連発して強化でポイントをパクるか。でこれ3回目だよね。レンちゃん何時まで起きてたんだろう。うわ、体力減ったし、むしろまあいいか。一閃流打撃術、これはどうなの。ああ、まあ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 、別にね重いからね打撃伸びでもいいか。一応ちょっと
見よう。こっちで見よう。吸血で見よう。微妙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 、ちょっと微妙だな。一回デートを挟もう。まだいける。あ、これあれだっけ、やる気下がるやつだっけ。すげえな。ユニフォームもね、安くないからね。片目打ち、あ、ここで片目打ち掴めるんだっけ。これはもうちょっとさすがに無理だから。あ、いいねいいねいいね、ここいいね。筋力120、精神40、これはちょっとパスだな。なるべくな、敏捷もね欲しいんだよね。どうしよっかな。これでも100以上手に入るからね。ここすげえな、200くらい手に入るね。敏捷もでも54入るのか。そっか、昨夜がいるからだ。これはここにしよう。あとはまたちょっとやる気の調整が難しい伝説のさよなら男。乾燥は乾燥させておくか。もうで最後の内容は体力なんだよね。体力とやる気なんだよね。これどこよみたいな、この洞窟みたいなところ。海にさ、こんなんあんの。あんま海とか行かないから分かんないけどさ。重戦車、まあ、重戦車はね別に1でもいいんで。で、まあ、体力はちょっと削られるけど、寝よう。これはもう寝よう。特にタックもないんで。おいー、やる気が下がったよ。これどうするよ。日野とあれがいるからな。ダメだ。あー、タック組んでおくか。お、これすごいね、ダブルタック。やる気がないのがすげえ気になるけど、次は遊ぼう。特に何にもなければ。レバニラ炒め、何これ。やる気上がるかな。やる気が上がってくれればすげえいい。レバニラを食べるか食べないかね。レバニラレバニラ、どこだ。やる気、お、あるねあるねあるね。塩焼き、これいいわ。このイベント超いい。2段階上がって体力も回復する。で日野魅了。で、あとやる気がどっかで上がってくれればいいんだけど、ちょっと待ってね。これはメンタルにしよう。登場属性を変えていただきたい。よし、強化。そろそろまたピコンピコン時代に来るからね。まあ悪くはないね、今回の吸血は。前回がね、なんかわりかしねハマらなかったんで、まあもちろんあとはちょっと試合に勝っていかなきゃいけないっていうのがあるんで。バンプの状況だな。まだでもピコンピコンにはならないか。精神が足りなそうだな。呼吸には回せないかな。ちょっと守備と肩とか守備関係は一旦 D で止めておこう。で、一応この打撃関係を少し伸ばして。足りない、筋力が1足りない。ちょっと置いとくか。でね、左バッターなんですよね、ちゃんと。内野安打もかなり活かせるし。どうよどうよっていうほどでもないけどね。1点取られてるか。シモンがな、どれだけ打たれないか。まあスタミナはねあるキャラなんで投げ切ってはくれると思うんだけど、あとうちの打撃陣もめちゃくちゃ優秀なんで、もはや誰がスタメンになってんだ。いや、あぶね。何なの本当に。スカウト評価23とか。
ドラフト1位はもう確実だな。あ、そうか、これあれなんだね、週をまたぐと減るんだ。これ一回練習できんのかな。これもないよな、日野と東条が重なると。吸血がいいんじゃん、そうすると。これはここにしよう、ちょっと候補、第一候補。うわ、これもすごい。でもね、筋力とね、敏捷が欲しいんだよね、今は。ここだな。おお、いいね、いいね。で、タックも来てると。サイガがいるから、まあ、それなりに筋力ポイントももらえると。で、今のところの魅了はまだ大丈夫だね。次は、あー、これはやる気下がるんだっけ。次は遊ぶか。大会中だからね、みんなのやる気も上げていきますか。まずそのためにはこいつらに勝たなければいけない。上げられるのは総力。A にできるね。よし。で、電光石火も取ってあるから OKOKOK。あと守備と肩をどこまで回すかだな。おい、マジか、点を取られるね。バッターは駒形、投げました、インロー、ボール、第2球、これは、あー、失投。カウントは2ボール、ノーストライク。第3球を投げました、打った、いいかないか、ちょっとな、ずれたよな。 ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。勝ち越しのチャンスです。2アウトランナー1塁2塁という場面で駒形、第1打席はレフトフライに倒れています。アウトロー、外れてボール、はっきりしたボール球、カウント1ボール。よし、とりあえず1本、はい、まずはもう勝つことだからな。バントリードで迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で駒形、今日3打点を挙げています。スプリットか、下は第2球、引っ掛ける系だね。投げました、来た、行った、まあ、ほとんどストレートだけど取られるな。バンプ点をシモンか、今日4打点を挙げています。もう変わってるかな、6回で3失点してるからね。投げました、いった、これはいい当たりだ。取れるだけ取っといた方がいいな。バンプ、この回は上下線から始まります。先頭バッターは駒形、今日5打点を挙げています。初球引っ張った、切れていきます、ファール。ヒートアップが発動してるね、ヒートアップが。キウチってどういう時に発動するんだっけ。打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、バンズ。とりあえず甲子園出場は OK と。あ、そうか、日野がいるから試合経験点もアップしてんのか。まあここはね、お出かけでいいでしょう。遊ぶと。緊張するって。君ら緊張しすぎて顔が真っ青だよ。大丈夫か。タックが来てますね。まあ打撃悪くはない。もうここら辺は吸収とかの方がいいのかね。最後は次は練習できないからな。一回精神を挟んで最後に練習をすると、まあ、こういう流れだね。そうそうそう、あとは手に入れた金徳よ、金徳。重戦車取っとこう。伝説のさよなら、技術を使うのか。あとそうか。打球伸び、一個だけ取っとこう。まあ、せっかくね、金徳失敗したからね。打球伸びについてはね、失敗してコツをつかんだ方がいいっていう派も中にはいますからね。どうしてもね、そもそも開骨がないと絶対取れないんで、重すぎて。なんか敬遠される、それはないか。矢部が一塁にいるから警戒されてたんだな。この回は2番からの高打順、先頭バッターは駒形、フォーク。第2球、バッターの足元、第3球を投げた、打ちました、とりあえず2本 OK、 あとは負けないこと。うわ、
マジで取られるわうちも取ってはくれてるけどさ、これだってさイベキャラのさおかげでしょ。危ない球、シモンとかマジなんだよ、怖いわ本当に。ユバに変わってんね、前進守備になってた。おいおいおい、6点バンク追加点のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面、初球打ち引っ張った、スタンドに入りました、ファール、これはボール。2点差は怖いね、そうすると。第3球を投げた、これはどうだ、いかない、全然いかないわ。とりあえず点にはなった、ほら7点とかいやこの先超不安だわ、次の試合とか。まあ最後はね負けても別にしょうがないっちゃしょうがないんだけど、コツ、メンタルにねコツが来てくれればよかったんだけど、さて、北斗のところか。これは北斗固定？このイベントがあるから北斗固定だったらわりかし助かるな。これはなくなるね、ちょっと特能に回したい、チャンスは1個掴んどこう。んちょっと待ってまだ置いといていいか、最後の練習があるからね。固めは取る、2で取ろう。スラとかも一応取っとく。他、連打か、わりかし重いね、まあ取っとこう、せっかくコツを掴んだんで。打球伸びはとりあえず1段階でいいわ。最後ねレンちゃんがエピローグポイントをくれるんで、お待たせ、リクサノカ、ワンアウトランナー1塁という場面で駒形、カットボール、笠原余裕取りました、ボールだったな今。バンテリードで迎える3回です、ノーアウトランナー1塁という場面で駒形、際どい、第1打席はセンターフライに倒れています、完全に外れた、やべが出てるとこれも外します、やっぱりみんな警戒するね。3球を投げた、ボール、カウンター3ボールノーストライク、次が4球目投げました、これはオーケーオーケーオーケー、今回は大丈夫かって言っても安心はできないからな。いつ大量失点してもおかしくないからな、シモンはもう大丈夫か、8回までくればさすがに。でも点は取っとこう、うわカットボール、調子極端だな。いや試合経験点もいいね、日野はねやっぱり優秀ですね。上限解放を狙っていきたいんだけど、あここチームメイトのやる気が上がるんだ。最後最後に何にもないか、どうしようかな。まあわりかし肩人がいるからそれなりにもらえるね、それとも技術、技術を上げていこう。技術はね結構いろんな特殊能力で使うんで、まあ最後円卓も固定か、そうするとバンプは虹谷がね最近出番がないっすね。まあ虹谷はね打ちにくいから別に出てこなくていいんだけど、ツーアウトランナーなしという場面で駒が見送ってストライク、ちょっとずれたな。第2球よーし、虹谷とね大西はね嫌いですね。大西はね本当やだ、アンドロメダの先ほどホームランを放った駒が、ちょっと詰まったか、ちょっとボールだった。バンプ、このうちのチームが全然打ててないな。トップバッターは入ってくるか、スライダー、第2球投げました、これはボールだね、これはわずかに高いか、カウント1ボール1ストライク、第3球を投げました、決まった、これもシュートか、バッター追い込まれました、第4球を投げました、うわーこれはストレート、しまった、もう一回もう一回待ってこい、よしよしよし、この回はクリーンアップから伝説の先頭バッターはさよなら男、ここは見せてやるぜ、投げました、危ない球散らしてくるね、第3球、うわちょっと待って
全力ストレートはねちょっとカーソルがねずれるんで、うわ詰まった、頑張れみんな頑張れ、よしよしよし、全然打ててない今回。アーサー投げてんな、お怖い怖い怖い、今の引っ掛けるとこだった。第2球投げた、シュートはもう大きく外れました。カウントは完全にへばったな。投げた、よーし伝説のサヨナラ男よ。いやアーサーもよく頑張ったよ本当に。ちょっとポイントが伸びなかったかな。ホームラン2本打ったけど途中経過がねよろしくなかったからね。オーケーオーケーオーケー、うわこの後この後がやだな、結婚しませんかって、早い早いし重い。経験点的にはあ6900か、だいぶいいね、7000近い。能力を上げていきましょう。どうしようかな、 CC くらいにはしとこうかな。じゃあとは AA にするとちょっとな厳しそうだけど、弾道は3にしとくか、一応念のため。あーパワーがいかない、いや行くは行くか、行くは行くけど、行くは行くけどだね本当に。あーちょっと厳しいな、いやーせっかくだから A にしたいのね、ちょっと A にしてみよう。まあ敏捷が足りないか、微妙に足りないね。そうすると肩と守備を D に置いておくっていうのはありだよね。でこれで A にして、パワーも A にして、走力は S にして、でチャンスは取っておこう、2段階いける。走塁せっかくだから直取りしとく。で敏捷ポイントが余ってるんで、わりかし敏捷ポイントを使うやつ、まあ、ムードとかはちょっといいわ。高速チャージも外野だからいらないでしょう。ゲッツー崩しもね特にって感じだから、本塁生還か、これをちょっと取ってみる、他のを見つつ。本塁生還を取って、よし結構いい感じになったな。であといけるのは、ないから取れた、ゲッツー崩しをとりあえず取って、あとは、まあ、ちょっと余っちゃったけどスタミナをちょいちょい上げて OK。 うん悪くないですね。こいつはとりあえず1番バッターくらいに置いておいて、レフトを守らせるっていうような、役目かな。そうするとというところで、やっぱりねバンプは吸血がねハマるかどうかっていうところですね。まあ暁の全員打倒できるかどうかっていうところに、似てる感じはするんですけれども、やっぱりね高校特有のものがハマれば、強いですね。昨夜に関してはまあやっぱりわりかしいいキャラではあると思います。敏捷ポイントも結構稼げるし、まあ走塁系のね金徳じゃないっていうところが、まあ、好みが分かれるところだと思います。これはねプラスにもなるし、まあ、マイナスにもなるっていうところですね。というわけで今回は、昨夜を使ってみましたということで、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。